作家、溝口おささん、山口組の優位鮮明に、山武氏組復帰の背景は、特定構想指定暴力団、山口組から分裂した同神戸山口組の中核組織、山武氏組が、山口組へ復帰する見通しとなった、山口組の分裂から6年、復帰の動きは、激しい対立構想にどう影響するのか、長年にわたり山口組の動向を取材し、食べうか食われるか、 私の山口組体験、講談社の著書もあるノンフィクション作家の溝口修さん、79に聞いた、山武氏組がかつての対立組織へ合流する背景は、神戸山口組の井上国尾組長、73の集金方法に不満を持ったというのが一つある。井上組長は4代目の山武氏組組長だった。 その後を継いで、山武氏組組長になった中田浩二、広寺被告、62、殺人未遂などの罪で起訴、我反旗を翻すというのは、本来ならあり得ない話。よほど腹に据えかねていたのだろう。山口組側にとって、山武氏組は大きな勢力で、引き寄せようとしていた。とはいえ、山武氏組が最近、開いた会合では復帰に反対する組員もいたとの情報もある。 意見は割れていたのだろう。山武氏組の一部の組員が神戸山口組に残るかもしれない。